はい、どうも皆さん、こんにちは、こしあんです。シーズンマッチやっていきたいと思います。今日は、アタックがね、全部 0.9 倍っていうような感じでね、まあ、バフディッキがいないような感じだと思いますが、ということで僕はね、ドクパを使いたいと思います。リザジアですね、この前10日解放された、2ターンで1400の毒ダメージで、毎ターン800ずつ上がる。まあ、1ターン目が1400。2ターン目が2200ダメージ与えられるっていうような感じのコマですね。で、注目すべきはコンボスキル。毒のライフバーストですね。この前6周年で10日解放された、何でしたっけ ?6 条の、なんとかっていうのか、わかんないけど。確かあのコマもライフバーストだったと思うんですけど、まあ、あっちはね、スキルが特殊ダメージなんですが、こっちは両方ね、スキルもコンボも毒ダメージと。で、ライフバーストが最大3800出るんですけど、まあ、ディミオスで使えばここに 1.3 倍される。アバドンと繋げば 2.6 倍されるというような感じですね。まあ、使っていきましょう。ドクパ、ディミオスリーダー。他の S ゴマはマモン。まあ、使いやすいからですね。で、バホメット。まあ、ドクパのエースです。で、アバドン。って感じでね。で、A ゴマはこんな感じで。まあ、いつも通りっていうような感じで。やっていきたいと思います。ってことで、今日も楽しんでおするにはやっていきましょう。いきまーす。はーい、対戦よろしくお願いします。やっていきましょう。メフィスト。はい。引きはいい。ルキアとレイホーどっち出そうかなーと思うんですが、まあ、とりあえずレイホーでしょう。とりあえずのね。で、次、ルキア打ってからの、フルチャージバホメットをぶつけていきましょう。おっと、ロックされる。ロックは何が出る？どうでしょう。リッチではない。ルキアですね。食毒の。まあ、これ打って、どうしようかな、こっから。まあ、次、リッチでもいいですね。リッチだな。そうだ、リッチをこう。相手はエンデガ。お相手さん、ありがたいですね。そこにエンデガは。で、アーバドン引いちゃった。アーバドンも来ちゃったよ。これはね、リッチですね。リッチ。まあ、次何か、打てるものがなければ、アバドンを打ちます。で、まあ、リザジアとか引いたらリザジア置きたいですね。リザジアからのアバドン置いて、バホメットぶつけるとかね。アルカード。どうしようかな。まあ、まだアルカード打てるか。打ち毒。行きましょう。でですよ。で、次どうしようかな。まあまあ、ここにね、トゥーラとか置かれなければいいと思ったけど、魔人公、天元さん、4400で出てきたんですが、えぐい！ダメージがえぐい4400って、ただですよ、ただ。僕はここでアバドンを置きます。そうすれば、次お相手が、ルキアを出してこなければね、バホメットを投げて、バホメットだけで、そう、バホメットの毒だけで、11700持っていきます。まあ、アバドンコンボ弱いんで繋げなくていいでしょう。おお、カエルも引いた。買わずナイスですね。じゃあもうアバドン打つでしょう。アバドンじゃない、バホメット打つでしょう。はい、これで大ダメージを与えて、瀕死まで持っていく。はい、気持ちいい。いいですね。次はバホメットとコンボつなげばいいんじゃなかろうかと思うんですが、まあ、あれだな、リッチ当て、ヴィーナスとか来たら辛いんですが、まあ、耐えてくれ、頼む。お願いします。おう、ホーリー。ホーリーなら大丈夫だな。500回復ぐらいだったらいける。バホメットで3000ぐらい出てくるでしょう。そしてリザジアも引いていく。まあ、最初は1400の毒ですが、まあ、これで特殊与えながらの毒ダメージ。はい、飛びましたね。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。ガブリエル。まあ今日アタックが下がってるから、としてもか。まあ二通りのパターンですね。ガブ耐久か、ガブささやきか。
まあ、耐久とかだったらまだあでもリザジアのなライフバが発動しなくなるのかあんまり。まあただ、まあ、耐久なら耐久で、まあ、ブラジオ置いてバフォメットとアバドンやればいいだけですし。いやガブささやきの時が辛いんだよな。ゴリゴリに削られますからね。うん、まあ、とりあえずイグナーツさんさよならして、次リッチかな。リッチありでしょう。さあここのねお相手さんが置く駒によって考える、考えるっていうか分かるでしょう。さあ何が来る、どこに来る。まあ風車にアンプ、アンプなら普通のささやきかでしょうね。じゃあリッチ置きますか。で、まあ、アンプだったら次 X 行くのもありかな。うん、ワンチャンささやきでしょうし。でですよ、でそっからどうするか。え、フリジア、え、もしかして耐久か、これ耐久なのか。いや X いけないな、これは耐久かもしれない線が出てきたから、ちょ一旦レイホー打ちますか。でもガブささやきだったらねえ10日の氷結の方のフリージア入れるでしょう。ってことはでもアンプ、あ、クリスフォース、ってことはささやきか、あ、まあささやきか。じゃあフリー、あ、困惑、あーもうなんか両方入ってるパティンのやつですか。あ、そういうことか。まあそういうことだろう。うん、どうしますか、悩ましいな。まあとりあえずブランジェッタをしっかりと召喚してのから考えていきたい。このフォース、受け持ち、うん、回復も入ってるしフォースも入ってるしいろいろ入ってる。お、リザジア来てましたね。まだか、まだこっち。トレーズどうだろうな、このトレーズ取ってくるかな、それとも根核に置いてくるか、もしくはブランジェッタの召喚を減らしてくるか。ああ、イシュケでそこと、まあ枚数は返されますけど、まあ、僕も枚数返せるんで、まあ大丈夫か、召喚はできるか。アバドン来ちゃあ、じゃあもうこれは一旦バフォメット打ちますか。でそしたらお相手バフォメット取りに来るでしょうと思うんですが、どうでしょう。バフォメットのコンボ嫌でしょう多分。16000、うん、削りはいい感じだな。でどうします。うん、バフォ取り安牌な、いやーでもな、まあ取るか、そうだよな、取るよね。でこうされたことによって、僕はね、ここで、やっと根核に、リザジアを置けると。ヤバドも打ちたい気持ちはわかるんですけど、ここは一旦リザジア大きいの毒ダメージ与えの、はい来ました、9000、残り1万、リザジアのライフバーストが残ってる。ここでダメージ出してくんないかな、お願いします、ダメージ出してね。クリスコンボ空いてますよ、いくつ出るんだクリス。おっとやばい、それやばくない、どこぐらい食らいます、いくつ出る。5000と5000、あーぶな、火力えぐい。まあただね、これだけ出してくれたっていうことはですよ、皆さんこのコンボ見てください、いきますリザジア、これがね、可能性の獣です、毒デッキの可能性。はい気持ちいい、1万7000吹っ飛ばしていく。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。デイトリヒ行きましょう、体力高っ。カエルは引いてるのはありなんですが、どうしよう、ルキア、レイホー、どっち打ちます。そして、あ、強いな、召喚位置強その召喚位置は強いわ。いや消せない、 X に行くなんてことはできない。まあ一発食らいますか。うん、どっちかな、レイホーかな、ダメージ出る方でしょう。ほらー、いけい。でですよ、で、
いやー、マモンとかバホメットとかリザジアとかちゃんと引いていきたいですが、まあ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 、はいはいはい、成り打ちと、はいはいはい、おーおーおー、順調に攻められていっている。はい、ファビオ、じゃあファビオかな。でもね、こっからどうするかですよね。ブラジ、ブラジか、ブラジを引きましょう。こういうね、英語間だけじゃ飛ばせないんで、毒デッキっていうのは。S 引いてなんぼのもんじゃなんですけど、はぁはぁ、ほう、金馬も。まあ、別に怖いわけではない。そこまで特殊を出すようなデッキでもないんで。OK、OK、OK、ナイスブランジェッタなんですが、まあ置きますよね。置いてどうするか。次、右下 X に、かなぁ。ルキア2万同期釣ろうかな。おー、メルカバ、あー、くさびがどんどん増やされていく。はい、ここの引き大事ですよ。どうですか。あー、ルキア、ルキアトゥルキア、しょうがねえ、行くしかねえ。でですよ、で僕どうしたらいいのこれ。ダメージ出せる未来がないぞ。ほうほうほう、きついきついきついって、ひえお願いします、お願いします。あー、またまたブランジェッタが来ちゃった。ロックしますか。あ、こっちじゃねえな、メルカバーのコンボ見えてなかった。やっちった。普通に2枚返しでよかったかな。こっちではなかったな。B3 じゃなくて D2 に行けばよかったな。イオフィールを打たれていくと、これやばいんじゃないですか。あらまあ、お願いします。なんか引いて、なんか引いて。イグナーツ。おめえイグナーツかーい。打てんよ。打てん、どうするこっちか。こうか。こうかとかってもう絶望。全然削れてない。ひでえ。なんともひどい。これが回んなかった時の毒パってことですね。ええ。ボッコボコですよ。ボッコボコ。ああ、飛ばされていく。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。お、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 毒パ対決。さあ、やっていきましょう。わーお。買わずととりあえず。相手は桔梗姫。999ってことは、アタックマックスですね。アタックっていうか、レベルマックスですね。ディミオス調整はされてないと。まあ、でもまあ、ロック入ってないんでね。いいでしょ。いきます。さあ、どう来るかな。トレーズを取ってくるか。まだアバドンは打てない。まだアバドンじゃない。わかってます。僕はまだアバドン打つ時じゃないと。早すぎますからね。バホメット引いたらありかもしれないですけど。ね、おっと、マモンをそこで打ってくる。マジか、早打ちマモンと。まあ、1体しかいなくても 7% のダメージは出せますよってことですか。どういうことですか。まあ、行きます、レイホーアバドンかレイホーだったら、まあアバドンはまだ打てない。ただこうやって毒ダメージを与えていけると。はい、いい毒ダメージ、とりあえず強い。レイホーも強い。てかレイホーマモンと同じぐらいのね、毒ダメージ出しましたからね。そこでゴブリン。ゴブリン、来た。ボコ殴りのゴブリンですね。今日は僕は S4 なんで入れてないですけど、まあ、S5 の場合だったら入れますね。うん。まあ、召喚したいのとコンボつなげるので、こっちでいいかな。はい、気持ちいい。とりあえず強い。やっぱりね、スキルとコンボで毒が出せるコマはいいですね。まあ、今回のリザジアしかり。うん。あと、ベノムヒールのコマとか。あー、出たー。ダキ&牛太郎。これもね、まあまあ強いんですよ。やっぱり。で、コンボがね、ベノムヒールですし。あー、ただリザジア来たー。こんなもん絶対もう、どうしよう。いやー、混格でしょ。こんなもん混格だよ。本格に打って毒ダメージ出します、吸収します。でね、僕の手駒見てください。
アバドンがいるんでね、これでお相手に削ってもらえればアバドンとリザジアつないで、しかもゾノバも出てくると、完璧じゃないですかこれ。はい、毒ダメージ食らいます。で体力が残り4000、多い。これねライフバースト3000ちょっと出てくれるんじゃないですかね。ゾノバの召喚位置は普通。まあ、ただ行きます。つなげます。あはははさあ、いくつ出る？さあ、リザジア、お前の力はいくつだ？ 3000 出た。そっからの毒ダメージ1万9000削っていくと。いやー、やば、この駒。はーい、対戦よろしくお願いします。ディトリヒ、転結ですね。いや、マジで、リザジアって駒はやばいと思うんですよ。今回ね。10日解放された、あんまり見る気されてないですけど、見向き、うん、実は使ってみると、あ、やばいなと。こいつにアバドンつなげたらやばいぞと。まあ最悪っていうか、これねアバドンじゃなくてもいいですからね、あのラーナでもいいですからね。そう、まあ僕はあのマモンとバホメットが入ってるんでアバドン入れてますけど、これがもっと違う駒入れてる人、そう、なんだろう、アンクイーネとか、そういうマンドラゴラとか入れてる人だったらね、一旦で思いっきり出したいっていうんだったら、で、アバドンをラーナに変えて、こう、リザジア根核に打って、ラーナと繋げたら、えぐいダメージ出ますよ。うん。まあね、アバドンが、まあ、マンドラゴラとかだったら1500か。まあ、1500に、2.6 倍したのがアバドンで出せる毒数値。これがね、ラーナだと 3.38 倍までいきますからね。まあ、毒のダメージえぐいことになりますよ。1枚だけで。うん。まあ、それはそうとね。まあ、リザジアもこっちに打ちましょう。いいダメージ。とてつもなくいいダメージ。で、で。イリニアを打ってくる。どうだ、特殊ダメージ的には。あー、半分切るな、これ。次。ファビオと繋げるか。いや、繋げても意味ないな。これもアバドン打ちますわ。アバドン打って、で、このリザジア乗って5700出た。強い。なんだ、このダメージは。で、多分、中、いや、まあ、角取られたら、もうイグナーツ打って、まあ、そっちですよね。ダメージ的に言ったら、イリニアのコンボされたくない。いやー、イリニアのコンボだったら大丈夫か。いや、ここでブラジェ？マジですか？まあ、僕はイグナーツ打ちますよ。アバドン効いてるうちに。7800出るんで。はい、ナイス火力。英語魔の火力じゃない。アバドンがあったら。で、イリニアと繋げて飛ばされるか。まあ、9000あったら飛ばされないでしょう。まあ、ただ僕が次飛ばせるかの問題なんですけどね。どうだろう。イオフィー。ここですね。ここの引く駒大事。バホでも飛ぶ。マモンでも飛ぶ。はい。あー、リッチか。リッチ？いや、リッチじゃ飛ばんって。バホメットの、アバドンのアビスゲート弱いですからね。無理だ。一旦ロックします。さあ、これ、ここ大事。何を釣る？アラジン、異世界アラジンとか釣ったら終わりなんですが、まあ、賭けですね。飛ばないような駒を。オッケー。いやー、ギリギリの戦いでしたね。マジでギリギリ。800も残りました。そして最後は、バホメット。はい。トップで引いても2500は出してね。毒デッキだったら 1.3 倍されるんで3000は出してくれると。はい、気持ちいい。強い毒デッキ。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。ぬらりひょん。はい。どうしましょう、これ。とりあえず食毒ルキアから行くか。で、次の引きだな。あんまりね、このロックのルキアも引いていきたくないけど、どうしたもんかな。罠。まあ、レニアドとか、マイティとかでしょう。おー、アバドンか。仕打ちしますか。サマブラで。本当はね、通常ブランジェッタで、
やりたかったですが、まあ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 、うん、金馬もおなじみの金馬も、まあ次ロックかな。さあ何が来る。はい、おう、バホメッツ。おう、そういうことね。わかりましたよ、わかりました、やりましょう。ロックで X に来たら、あ、もうあのアバドンつなぎバホメット、つながれなかったら、そう、こんな感じでね、まあ、X にアバドン、ゾノマル1大事よ、ゾノマル1。はい、ゾノマル1しっかりしましたね。はい、ナイス、完璧。まあ行きまーす。でこうして、でもお相手のヌラリヒョンまだロック出してないですよね。ここのロックが怖い、マジでこのロックだけはやめてほしい、頼みます、お願いします、許してね、ね、 OK、 OK。 いやー、バホしか勝たん。あ、リザジアも来たな。いや、ただここは一旦バホでしょこれはもうバホしか勝たんのでね。いやー、えぐいこのダメージはえぐい。相手の体力ごっそり削っていきます。でですよ、まあ、お相手の心理的にはバホ取りたいですよね。そうですよね。で、残り1万でベルグレーデのコンボがあるけど、これはもうリザジアをね、本格に打つことによってね、死へのカウントダウンを放っていく。もうね、遊戯王のウジャ版で言ったらね、もうデスのね、残り1文字まで来てるって感じですね。エルマリエージュ飛びません。でダメージを出してもらったことにより、またしてもね、こうリザジアのコンボライフバーストが上がります。とりあえずか、まあとりあえずでいいか。でね、アバドンがなくてもこの最後のライフバーストつなげるだけで、継続毒も合わして、はい、9000もダメージを出せると。いやー、リザジアマジ強い。はーい、対戦終わりましたってことで、リザジア使っていきましたけど、いや、いいっすねこのライフバースト。本当にもう終盤ダメージ食らったところにアバドンとつなげてあげる、イグナーツとか、まあそういうね、まあ英語マとかでも何でもいいけど、つなげてあげればね、もう一人でね、7-8000持っていけるっていうね、ポテンシャルを持ってる。こいつはまあ、毒パの可能性の獣ですね。これからも使っていきたいと思います。まあ、ぶっちゃけマモもバホメットも、まあ、バホメットは強いですね。バホメットとリザジア。これいいですね。うん。まあ、ということで、使っていきました。今回はこれぐらいで動画を終わりにしたいと思います。よかったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは、さよなら。